皆さんこんにちは、四畳半の岡部でございます。今日も当選品のご紹介でございます。今回当たったのがこちらでございます。ヤマトの宅急便で届きました。早速開けてみたいと思います。今回当たったのはね、本当嬉しい、本当嬉しいです。中身をご紹介したいと思います。ドン、こちらでございます。ご当選おめでとうございます。弊社より弊社製品に格別のお引き立てを受けた賜り、誠にありがとうございます。この度はビーバードカンパニー民からプレゼントにご応募いただき誠にありがとうございました。多数の応募の中から厳選なる抽選の結果ご当選されましたので、ここに商品をお送りいたします。今後ともブリスをはじめ弊社販売製品のご愛顧を賜りますようお願い申し上げますとともに、皆様のご多幸をよりお祈り申し上げますということでございます。今回当たったのは四畳半の狼、ちっちゃくても五分の魂っていうもう一つチャンネルを持っていて、でそっちの方では車をメインに上げてるんですけども、同じ、ま、車好きが集まるミンカラという大手のサイトがあります。そちらの方でブリスさんが年末に福袋が当たるというキャンペーンをやっていて、そこに応募したんです。そしたら今回見事当選いたしました。ありがとうございます。ありがとうございます。入っていたものがカレンダー、見てみようかな。いや本当嬉しい、こんなカレンダーでございますね。シンプル、シンプル。普通なんかこうページめくるとなんかこう、ね、よく上にねこう商品の絵があってカレンダーなんてタイプなんですけど、もうこのほら欲がないところ、もう商品名はこの下の部分の文字だけ、このね無欲のところがね、もうなんからしいなって感じらしいですよね。そして今回当たりましたプレゼントでございます。こちら早速開けてみたいと思います。いやーちょっとおしゃれな、おしゃれなパッケージでございます。いや超楽しみ。このブリスさんっていうのは何かというと、洗車をするときにワックスを綺麗好きな人はかけるんですけども、このワックスが最近は固形ではなくてスプレータイプのもの、スプレータイプのもの先駆者というか、はい来ました、ブリスありがとうございます。早速開けちゃう、開けちゃう、いきますよ、せーの、おーどん、なんかいっぱい入ってる、いっぱい入ってる。まずは、まあ、カタログみたいなもんですね。カタログと洗車用のスポンジ、そしてこちら、これね高いんだよ買うと。これ何かっていうとコーティング剤をこう伸ばすのに使うちょっと固めのスポンジ。さっきの洗車用はすごい柔らかいんですけど、これは少しねコシがある。この溶剤をこれでこう綺麗に伸ばすっていう専用のスポンジでございます。そして拭き取り用のクロスで、入っていたものがこちらでございます。開けてみようか。おお嬉しい。まずこちらがもう代表作ブリスでございます。そしてもう一本が、同じブリスワン。ブリスワンってなんだろう、ブリスワン、あーブリスワンね、一番最新作のブリスのコーティング剤でございます。スプレーのパッケージがいつもと違うからちょっと戸惑いました。ありがとうございます。この2つが入っておりました。ブリスは本当に効果が高くてですね、僕も愛用しております。僕が今メインで使っているのがこちらブリス X というものでございます。いろんなタイプがありまして、まずブリスっていう会社名が入っている溶剤は初代のコーティング剤、これは撥水系と言われています。車のコーティングにはこの撥水系というものと浸水系というものがあります。撥水というのはこう雨が降ってボディが濡れると水玉みたいに雨が溜まっていってツーッとこう綺麗にボディの上を水がこう流れる、ああいう水を弾くようなコーティングが撥水。そして浸水というのが同じように雨が降って弾くんですけども、水玉にならないでこうペシャーっとなってずーっとこう流れていく。これはね好みによって分かれるんですけど、浸水系の場合にはベシャーってなってずーっと流れていくので水玉が残らないんですね。でこの水玉が綺麗に弾いてるのが好きだっていう人も多いんですけども、こう浸水が流行ってきた理由は雨が止んだ後この水玉がずっと残るんですよ。でこの水玉が残ってそれが乾くと跡がね結構残りやすかったりする。僕は撥水系を昔使ったんですけども、浸水系のコーティング剤を使うようになりました。こんだけやっぱりねこのブリスに惚れ込んだっていうのはこの光沢加減、ちょっと写真なんですけどご紹介しますね。コーティングをした後もうすぐですよ、ピカピカになってくる。洗車をして近所の人から綺麗だね綺麗だねって本当にこう言われるようになったのはこのブリス使ってからです。
なんでこんなにブリーズをこうずっと愛用していたかっていうと、もう簡単なんですよ、使い方が。洗車をして、普通なら水を拭き取った後に練り込んでいって、それをがある程度半乾きになったところでこう拭き取っていかなきゃいけないんですけど、このタイプはもう濡れた状態にこうスプレーをして、一緒に拭き取る。本当に簡単。で、車以外にも、こういったスマートフォンとか、ノートパソコンとか表面にこう塗ってあげるとコーティングがされてピカピカになるだけじゃなくて汚れがつきにくくなる、汚れが落ちやすくなる。ブリスを使うのは綺麗にするのもあるけども、その後汚れを落としやすくするというか汚れにくくする、もうすごい商品です。で、拭き取りには専用のクロスも、別にこういうの使わなくていいんですけど、このクロスなんか高いんですよ。1枚3000円もします。3000円もするんだけど、このクロスもまたすごいんです。もうほんとすごいんですよ。もうほんとピカピカになります。なんでこんなにブリスを使い始めたかっていうと、9年乗ってた車がある日突然ぶっ壊れました。ちょっと見えるようにしたら、これで見えるかな。9年乗ってて車検もちゃんと通ってたんですけど、今時ですよ、今時の車がこうもくもくボンネットから煙を吹くって見たことあります？もう走ってて目の前が急に白くなってブワーってもう止まんなくなって、慌てて路肩に止めてボンネット開けたらもう水吹いてて、もうそのまんまグッバイですよ。もう途方に暮れたという。で、その後車をどうしようか、直すにしても JAF の人に聞いたら、10万は借りますね、3ヶ月後には車検が控えていたので嫁さんと相談してもう手放そうかということで、車をもう新しく買ったんですね。車買いに行くって車に乗って買いに行くイメージしかなかったんですよ。生まれて初めて車を買う時には親父の車に乗っけてもらって付き添ってもらいながら買ったっていうのが初めてで、車がない状態で初めて車を買いに行ったんですよ。そういう時ってどうやって行くかっていうと、チャリンコです。ディーラーにこうチャリンコで行って、車欲しいです。多分ディーラーの人もびっくりだと思いますね。こいつチャリンコで車買いに来たよと。で、事情を話して、壊れた車見に行きましょうか。家に来てもらって、なんと下取り7000円つきました。自転車と7000円があれば車が買えます。若い人の車離れなんて、ねえ、言いますけど、欲を張んなければ、もうそんぐらいでね、車買えますから。もう男ならね、一回は乗りましょう、車。なんだっけ。で、買ったんですけど、近所を見ると、いい車乗ってるんですよ。まあ、高級車じゃなくにしても、大きいね、ファミリーカー向けの大きい車とか、スポーツタイプの車とか、軽自動車持ってるにしても、セカンドカーだったりするんですよね、周りみんな。なので、見えじゃないんですけど、車自体は比べたら安いかもしれない、見劣りするかもしれないけど、あそこはいつ行っても、いつ見ても綺麗だよね、ピカピカだよね、光沢武装してやろうと思ったんですよ。その時に会社の上司が、じゃあこれ使えなよって言ったのがこのブリスです。1回の施工で長いものだと9ヶ月とか言ったかな、持つそうです。そこまで洗車しないってことは今までなかったので、その効果のことは分かんないんですけど、月に1回、怠けて2ヶ月に1回にしてもピカピカ具合は毛を取らないです。本当にね、3プッシュぐらいしたらボンネット1枚が余裕で、逆にそれ以上使うとベタベタになって逆に汚くなります。それぐらい少しの量で車1台ピカピカになります。月1、月2ぐらい使ってまだこれぐらい、なのでこの2本あったらもうね、しばらくブリスを買わなくてもいいぐらい。本当にありがとうございます。今回はミンカラのキャンペーンで応募したブリスさんから福箱が当選いたしました。ブリスさん、ありがとうございます。大事に使わせていただきます。以上、ブリスの福箱のご紹介でございました。